どうもこんにちは、三枚舌のデマロブラックチャンネルと申します。今日なんですけど、ビッグマムシャロットリンリンのおすすめサブやおすすめ編成、ワンピースコラボだけで組める編成を紹介していこうかなと思います。ビッグマムですね、他の星7キャラに比べるとリーダースキルのねインパクトがないからそんなに強くないんじゃないかって思われがちなんですけど、普通にめちゃくちゃ強いです。悪魔タイプ縛りとはいえ全パラ3倍にしてくれるし、さらにね3色以上でダメージ軽減まで貼れます。カイドウはねダメージ軽減がないから割合ダメージに弱いんですけど、ビッグマムはね割合ダメージが来たとしても軽減で耐えれることができます。さらに操作時間13秒固定してくれるので、操作時間減らされたとしても何ら問題ありません。なのでね、他のキャラと比べてマジで使いやすいですね。まあ、ただビッグマムのね使いづらいところ1個挙げるとするならば、ビッグマムで組んだ時にビッグマムのリーダースキルにね固定ダメージがないので、根性キャラが出てきた時に追い打ちが必須になってしまいます。根性を持った敵がね多く出てくるダンジョンなんかではビッグマムの相方にね固定ダメージを持ったキャラを選択するといいと思います。今来ている千住チャレンジなんかは根性を持った敵が一体も出てこないので、ビッグマムはマジで適正ですね。ってことで今回はビッグマムと相性のいいリーダー、相方ですね、相方リーダーとサブ、あとは編成なんかを紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではねおすすめ相方1体目です。シャーロットカタクリ、息子ですね。カタクリはねリーダースキル見てもらえば分かるんですけど、ビッグマムとかなり相性いいです。てか多分組み合わせて使うように作られてます。ビッグマムがね持っていない固定ダメージっていうのをカタクリが補ってくれるのでかなりおすすめです。イラストよく見たらカタクリの後ろに幼少期のブリュレが描かれてますね。いや、カタクリのイラストマジでいいですね。で、あとカタクリ入れるとねいいことがあって、覚醒スキル見てもらえば分かるんですけど、お邪魔耐性とテープ耐性があるんですね。だからリンリンと合わせて雲とテープとお邪魔3つ対策できます。はい、リーダーフレンドだけで3つ対策できます。なので結構ねアシストの幅広がるし、こいつとね組み合わせるのはマジでいいです。あとは多色の女王ラフィーネですよね。やっぱ固定ダメージ持ってるし、でさらにダメージ激減3号も加算までしてくれます。はい、それじゃあね次はおすすめのサブ紹介していきたいなと思います。はい、それではねおすすめサブなんですけど、ビッグマムのリーダースキルはね悪魔縛りがあるっていうのを最初に言ったと思うんですけど、今ですね悪魔タイプ付与武器っていうのがありまして、これつけたら誰でもね悪魔タイプ持てます。なので悪魔タイプ以外のキャラクターもねこいつらをアシストすれば誰でもサブに入れることができるので、結構ね自由度は高いです。なのでバギーとフラミンゴ、クロコダイルは武器でね使えるので売らないように取っておいてください。ということで、このねナミとかバランスタイプしか持ってないんだけど、さっき挙げたね悪魔タイプ武器っていうのを継承してあげれば悪魔タイプがつくので、ビッグマムのね悪魔タイプ全パラ3倍っていうのが乗ります。はい、なのでねまず1人目おすすめサブナミです。まあ、なんでナミが優秀かっていうと、スキルもちろんなんですけど、覚醒スキルにね追い打ちっていうのがついてるんですね。ビッグマムが固定ダメージ持ってないので、ナミとかねこの追い打ち覚醒で補うことができます。原作だとありえないですよね、ナミとビッグマムが同じパーティーにいるっていうのは。はい、それじゃあね2人目いきたいと思います。2人目、トラオの究極進化です。これはね結構スキルも優秀で、一旦の間ね属性ダメージ吸収無効化できます。でダメージ無効も貫通して自分の攻撃力10倍っていうエンハンスもかけられるの でスキブがね超覚醒合わせて6個で、さらに回復エルジがあるのでプラス3個できて9個つけることができます。ナミと違ってねもともと悪魔タイプ持ってるので、こっち採用してもいいのかなって思いました。はい、3人目、トニートニーチョッパーですね。覚醒無効枠、キスナイドロップと覚醒無効枠です。マルコと使い分けですね。個人的にはスキル的にチョッパーの方が向いてるかなと思いました。やっぱり最大 HP 1.5 倍は強いですね。まあ、ただマルコも変身時に2ターンヘイストあるんで、まあ、使い分けですね。次、ヤマトです。ヤマトはねエンハンス持ってるんですね。1ターンしか打てないんですけど、3ターンとね軽いので、まあ、結構回すことできるかなと思って、はい、ヤマトです。一応ね今のパズドラは攻撃力をね下げてくる敵がいるので、まあ、それの対策ですね。はい、次カイドウですね。まあ原作でも海賊同盟組んでるぐらいだからもちろん相性はいいです。いや、カイドウ3ターンでこれできんのすごいっすよね。6解除でジン5属性プラス回復作れて、でさらに80億だから160億出せます。アタッカーとして優秀なので複数体入れても強いのかなって個人的には思います。ルフィも同じくアタッカー枠で、はい、結構いいんじゃないかなと思いました。まあただやっぱカイドウの方がいいですね。ルフィ入れるくらいだったらカイドウ入れた方がいいと思います。
はい、続いてね、パズドラのオリジナルキャラクターのサブ紹介やっていきたいなと思います。はい、オリキャラと言いつつもね、こいつはイベント限定なので今はね入手することはできないんですけど、かなりスキルがねビッグマムと相性がいいです。6ターンの間チーム内の4色攻撃強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇というエンハンススキルを持ってます。まあ、こいつ自身がね3つ持ってるから、すでにねもうエンハンスは 1.6 倍かかってて、でさらにビッグマムが5個持ってるので、もうその時点でねエンハンスが 2.6 倍以上確定してるので、もうかなり優秀です。まあ、もともと火力出るリーダーではあるんですけど、こいつがいることでさらに安定するのかなって思います。続いてフェスゲンのアテンですね。でアテンはね今色がいっぱいあって、赤と黒がね火属性と闇属性が悪魔タイプ持ってます。はい、で火属性の方がジンで、闇属性の方がエンハンスです。黒の方の指延長は正直死に覚醒になっちゃうんですけど、まあ、スキルが強いのね、強いので入れてもいいのかなって思います。これもイベント限定キャラですね。フェゴランです。フェゴランは消せないとか覚醒無効全回復しつつジン打てます。で6解除もついてますね。まあトニートニーチョッパーとかマルコとかの枠です。キミルも同じですね。消せないと覚醒無効の解除枠です。まあ、これは正直チョッパーでいいのかなって感じはしますよね。まあ、チョッパーでいいです。はい、はい、続いてオデドラですね。オデドラはねチョッパーと同じで10コンボ強化が2つついてて、あチョッパーは1個かで超覚醒で1つなんですけど、まあ、チョッパーとマジで似てて、進化スキルで進化後のスキルがね4ターンで消せないドロップ覚醒無効全回復できます。はい、で結構優秀ですね。はい、ここからはね季節キャラ、また限定キャラになっちゃうんですけど、正月リーチェ、こいつはねかなり合ってますね。スキちゃん3つついてて、で30ターンで全ドロップの6解除を5属性回復ドロップに変化、7ターンの間ダメージ吸収と属性吸収無効化できます。まあ、波みたいな感じですね。こいつ火力も出せて、まあ、結構スキルもねスキちゃん3つついてるから 5色さえ組めれば結構簡単に溜まるのでおすすめです。火力も出せますしね。はい、次です。次は夏休みマリエルですね。こいつは悪魔タイプ持ってないんだけど、スキルがマジで優秀だから、ほんと多色のサブどこにでも入ってきます。一旦なら自分の攻撃力が激減、操作時間が 1.5 倍で属性吸収ダメージ吸収のダブル吸収無効できます。で覚醒スキルも3色消しが5個ついてるので火力も出せてマジで強い。まあ、たださっきも言った通り悪魔タイプがついてないので悪魔不要武器をつける必要があります。いやこいつマジで優秀なので入れたいですね。はい、最後です。ウルトラマンジード、ウルトラマンコラボのキャラですね。スキルがね、24ターンなんだけどスキチャプラスがあるから、5色消すたびに2ターン溜まります。1ターンの間自分の攻撃力が5倍で受けるダメージ激減で、2ターンの間ダブル吸収無効できます。入手難易度は結構高いんですけど、持ってたらマジでおすすめなので採用してみてください。ナミとかローの枠ですね。はい、ってことでね何体かおすすめサブ上げてみました。他にもね優秀なキャラいると思うので、よかったら探してみてください。またねコメントで、このキャラ優秀だよとかありましたら、ぜひぜひ教えてください。それではね最後にワンピースコラボだけで組んだ、リンリンパーティーの載せておくので、それではね最後までご視聴いただきありがとうございました。はい。